思い出のガンプラキットレビュー集。ガンダムセンチネル。XS ガンダム。XS ガンダムとは、雑誌企画、ガンダムセンチネルに登場する、スペリオルガンダムの強化形態である。長いガンダムの歴史の中、たまに登場する、名前が読めねえモビルスーツの一機なのだ。ちなみに、キット名は、EXS ガンダム、だってさ。最初から読めたって?君ひょっとしてニュータイプ?でもねえ。自分の感性をあんまり信じすぎない方が身のためだぜ。俺も、ガンダムユニコーンがメディアに出たばかりの頃、ガンダム牛、とか、ガンダムーン、とか読んで自爆したものだよ、本当にね。メディアに登場以来、版権が面倒くさいんで、モデラーくらいしか知らなかったのは、もう昔話だよ。ホビージャパンのお家騒動なんて、それこそ、今は昔話。ゲームとかに出だしてからは、知名度はうなぎ登りなのだー。まあ、パイロットが登場しないとか、しょっちゅう扱いが微妙になるんだけどね。スペリオルガンダムを完全な可変モビルスーツにするため、ほぼ全身にパーツを追加したことで、巡航形態である G クルーザーモードに変形可能になったのだよ。この G クルーザーモードがとにかくすごい。単独での大気圏脱出はもとより、月面への降下後、さらに再離脱まで可能というチートっぷり。機動性も群を抜いてるんで、よほど高性能なモビルスーツでないと捕捉さえできないよ。はっきり言って、モビルスーツ形態なんておまけだったんだよねー。なんて言っちゃうと、モビルスーツ形態の立場がないよねー。その他にも、様々な革新的強化が行われたんで、ちょっと見てちょうだいよ。まず、ジェネレーターの強化、背部の大型ブースターの追加、ブースターのエネルギーコネクターが増えたため、そこにもビームキャノンを追加装備。さらに、脚部には、モビルスーツでは初となる、リフレクターインコムを装備。胸部に、モビルスーツサイズの機体としては、これまた初のアイフィールド発生機まで追加したのだー。まさに、アナハイムの勘違いの産物だったんだよね。おかげで、重量が2倍近く増えちゃってるんだけど、スラスター総推力も10倍以上に増えちゃってるんで問題なし。あまりにも気違いすぎる設定のため、スペック上は、最強のモビルスーツの候補に挙げられる機体なんだよねー。劇中では、エアーズ市攻略戦で、ニューディサイズの主要、ブレイブコットがカルガンダムマーク5と激闘を繰り広げたんだよねー。チートな性能を誇るガンダムマーク5に加え、エース級の技量を誇る、ブレイブコットに翻弄されちゃう、新米パイロットの両ルーツ。なんせ、真っ向からのモビルスーツ戦なんて、初めてだったんで無理ないやね。俺はまだ、やりたいことがあるんだー。死にたくねー。まさにその時、人工知能のアリスちゃんが覚醒、勝手に動き出したXSガンダムが、ガンダムマーク5を撃破しちゃったのだー。キットの値段は1400円。ボリュームが足りない印象だった脚部が、どうだ、ってくらい大型化したことで、がぜんかっこよくなったのは嬉しい変更点だったねー。でもねー、バックパックも大型化したんで、トップヘビーになっちゃったんだよね。やっぱり、アクションベースくらいは欲しいところだよ。付属のシールは、相変わらず透けるんで使えねえ。モデラーの苦情はバンダイさんに届いてなかったのか。残念無念、アーメンそうめん冷やそうめんだぜ。しゃあないねえ、ここはマスキングして塗装するか、市販のデカールを使うべきだね。ワンポイントで改造するなら、太ももを5ミリ延長すると効果大だぜ。こいつは、お父さん世代のモデラーならみんな知ってる常識なんだぜ。多分ね。最近は、いろんなメディアに出まくっているんだけど、プレイステーションゲーム、G ジェネレーション F の、ガンダムセンチネル編、ラストシーンのムービーは感動ものだねー。アリスちゃんの涙のように砕け散る、デュアルカメラの破片が美しいシーンなのだー。アニメ化しないかねー。